アコードはホンダ技研工業が生産、販売している、10型高級乗用車である。かつてはミドルクラスに位置していたが、シビックのミドルクラスへの移行とインスパイアの生産終了に伴い、アッパーミドルクラスへと移行している。1985年にレジェンドが発売される以前と、2012年のレジェンド生産終了から、新型モデルが、 国内導入される2015年1月までは、同社のフラッグシップモデルであった。初登場時の携帯は1.6リットルエンジンを搭載した中型のサンドアハッチバック車であり、同社のシビックからより上位の車種への買い替えを求める層の受け皿として開発された。開発責任者はシビックも手掛けた木沢博士が担当した。開発は654計画と呼ばれ、 先に中止されていた 2.0L 直列6、気筒 CVCC エンジン縦置き前輪、駆動方式のアッパーミドルカー、653計画の開発スタッフが加わっている。初代アコードは約90カ国に輸出された。1982年に日本車として初めてアメリカ・オハイオ州メアリーズビル工場で生産されることになった。アメリカでは、 非常に高い人気を誇る。なお北米仕様はヘッドライトが初代ビガーと同じく再規格の格型4頭となっている。形式は以下の通り発売後、旧ホンダ10がクリオ10とプリモ10に分割され、後にアコードはクリオ101000倍車種となるが、このモデルまでは経過措置としてプリモ10でも併売されていた。逆に、後に プリモテン先売車種となるシビックも同じ理由で1987年まではプリモテンとクリオテンの併売だった。当時提携関係にあった英国ローバーグループとの共同開発によって欧州専用の4ドアセダンを販売した。ローバー600は姉妹車に当たる。日本国内や北米向けが CD 型に置き換わった後でも欧州仕様は1997年まで。 紹介量を行いそのまま生産していた。1992年にはこのモデルをハードトップに変更し、アスコットイノーバとして日本で発売。生産も日本国内で行われた。また、1995年からはこのモデルをベースとして、ホンダ UK がイギリスツーリングカー選手権へ参戦。ボルボやるのをボックスホールなどを相手に序盤は低迷したものの、 熟成が進むにつれ成績も向上し、全日本ツーリングカー選手権仕様のエンジンを得た1997年には、初優勝を飾っている。EG 型シビックフェリオに代わり、1996年から1997年まで、全日本ツーリングカー選手権に参戦。2年の間に、通称、1X、2X、2.5X。 3X と呼ばれる4タイプの車両を投入した。外装はフロントスポイラーがドーム、リアウィングはムーンクラフトと共作による空力パーツを装着。エンジンは H22A 型を2.0リットルに排気量ダウンし、吸排気効率を高めるため前方吸気、後方排気のリバースヘッドに変更され、最高出力は 310PS、8500、 RPM を超える。1996年は、ハットリ・ナオキが、1997年にはさらに前後、ワイドトレッド化したマシンで、中子・オサがそれぞれドライバーズチャンピオンを獲得した。また、1997年は、チーム無限ホンダが、チームタイトルを獲得している。アメリカでは、乗用車の年間売上げのトップ争いの常連である、ため、北米仕様は、 キープコンセプトながらもさらなる大型化がされ、当初から V6 エンジンを搭載するモデルも用意された。また中国、韓国、東南アジア、オセアニア市場にも北米仕様をベースにした車種が投入されており、世界的に見ればこちらがメインとも言える。ボディタイプはセダンとクーペの2種類となり、北米市場で需要が縮小していたワゴンはラインアップから落とされた。 4気筒モデルはカリフォルニアのアルブ基準を世界で最初に満たした市販車である。ボディタイプはセダンとゴドアハッチバックの2種類となり、車体寸法は日本仕様と比較して全幅が広く、全長が短い。生産は英国のスウィンドンの工場で行われた。エンジンは1.8リットル、2.0リットル、2.2リットルと2.3リットル。モデル途中で 日本からプレリュードタイプ S 用の2.2リットルエンジンを輸入して搭載したタイプ R とアコードワゴン用の2.3リットルエンジンを搭載した高級志向のタイプ V がラインアップに加わった。仙台と同様に b t c c に参戦した。今回のモデルチェンジではスタイルは仙台を継承したがボディを大幅に拡幅して肩や肘周辺にゆとりを持たせ、 フロントセンターアームの採用など先代を超える快適さを目指した。ドライブポジションは操作性と調整自由度を広げ、シートはホールド性とステアリング操作を考慮した形状となる。専用の片側スポット溶接設備、工程を導入し、ルーフとピラーとの結合効率を向上させボディを合成と静粛性を向上した。シャシーは低重心化を図り、 高い運動性能と乗り心地の両立を図る。フロントピラーは4代目オデッセイと同様の構造を採用し、太さを18%スリムにすることにより、視界の向上を図った。全幅はグレードによっては、インスパイアやレジェンドより広くなる。安全面では、サイドカーテンエアバッグなど6つのエアバッグや、ベッサと強調し車両の挙動を安定させる。 モーションアダプティブ EPS を全グレードに標準装備している。合わせて自己保護性能と相手車両への攻撃性低減、歩行者障害軽減性能を従来より向上させたボディを採用した。仙台と同様に高速道路での運転負荷を軽減するアダプティブクルーズコントロールをオプション設定し、ルコスを一部グレードに標準装備した。もとは 2010年中に展開が予定されていた日本向けアキュラブランドへの移行準備のため8代目北米仕様アコードを日本でもアコードとして発売する予定だったがアキュラブランドの日本展開が白紙撤回されインスパイアアコードともそれぞれフルモデルチェンジを受けたエンジンは K24A 型と R20A 型の他に2.2リットル自家 4ディーゼルの N22 バイト型がラインナップされる。2009年1月にディーゼルエンジンと5速 AT を組み合わせたモデルが追加された。この5速 AT はディーゼルエンジン用にホンダが独自に開発し初めて採用したものである。タイプ S2009 年ジュネーブモーターショーにてタイプ S が発表された。エンジンは N22 バイト型ディーゼルの高出力版で、 ターボチャージャーやシリンダーヘッドの改良、インタークーラーの大型化により、最高出力は 150PS から 180PS、最大トルクは 350NM から 380NM に向上している。トランスミッションは6速 MT。外観では、専用18インチアルミホイール、ウインカーのクリアレンズ化が識別ポイントとなる。2012年の北米国際オートショーで、 プロトタイプ2013モデルとして、セダン、クーペともに発表され、その後9月19日に、セダンが、翌10月15日に、クーペが、アメリカ国内で発売を開始された。追って、カナダや韓国、ロシア、オーストラリアなどの、各市場でも2012年から2013年にかけて、順次発売されている。なお、中華人民共和国では2013年9月12日に、 後期ホンダギ車が旧代メアコードを発売開始したが中国使用者については大型化された独自のフロントグリルを備えている。ボディサイズは先代よりややコンパクトになっており軽量化や運動性能の向上に寄与している。室内容量は先代よりわずかに小さくなったもののヘッドルームやショルダールームは ほぼ同サイズで、リアレックルームやトランク容量は大きく拡大した。フロントサブフレームは、アルミニウムとスチールのハイブリッド構造で、ホンダ独自の摩擦角半接合により、連続接合している。新世代の ACE 衝突安全ボディを採用し、高調力鋼板の使用率もアップしている。今回のモデルでは、エンジンは、セダン、 クーペもに時価42.4リットルと V63.5 リットルという2本立てこそ変わらないものの、アースドリームズテクノロジーと称する技術を導入し、改良された。時価4は、K24W 型直噴エンジンに一新して、環境性能を大幅に上げるとともに、最高出力も 185HP としており、トルクも全域で大幅に向上した。 バルブハサミ角は51度から35度に変更されたことにより燃焼質がコンパクトとなった。また圧縮比は10.5から11.1と高圧縮比化された。エンジン重量も先代より3.5%の軽量化を果たしている。スポーツセダンモデルではハイフローエギゾーストの採用により最高出力が 189hp と 4hp 向上している。一方、 V6 基本こそ変わらないものの、旧排気ポートやアイビテックの改良により最高出力を 278HP にまで引き上げている。6速 AT モデルで採用される VCM は、先代の6から4から3気筒の3段階から、リアバンクの3気筒を休止する2段階となったものの、アイビテックによる低速、高速域での吸気バルブタイミングリフト量。 切り替え機能が加わっており、実用域のトルクが大幅向上した。その結果3気筒での動作機の拡大が可能となり、燃費アップにつながっている。アイビテックの切り替えタイミングは 5150rpm となっている。3気筒での動作機の拡大に伴う振動に対応するため、28V 駆動の新型アクムを採用している。 これらに組み合わせられるトランスミッションは、セダン、クーペの EXL とセダンの V6 モデル以外では6速、MT が標準となっており、4気筒モデルでは、先代の5速 MT からよりコンパクトな6速、MT に変更された。オプションでアコード発となる CVT が直期4に、6速、A、AT が、V6 に用意され、共にパドルシフトが備わる。なお、2013年には追って、 プラグインハイブリッド仕様も追加される。最上位のツーリングセダンモデルでは、ホンダ発の LED プロジェクターヘッドライトが採用され、V6 モデルには LED のデータイムランニングライトが採用されている。安全装備については、今回新たに設定されたものとして、レイノイスチブラインドスポットモニターが挙げられる。これは、ドアミラーに内蔵されたカメラを使って、車外の死角となる部分を、 室内のモニターに映し出し、LED で知らせることで、危険を減らそうというものである。同時に、車線をはみ出した時に、アラームで知らせる、車線逸脱防止システムも装備する。フロントデザインは大幅に見直され、インラインタイプのフル LED ヘッドライト及び LED ホグライトが採用された。そのイメージは、車両グレードに見合った高級かつ精巧なものになった。ホイールサイズは、 EX グレードで18インチが採用された。特筆すべき点は、ボディ剛性強化、振幅反応ダンパー採用、防音仕様の見直しによる乗り心地面で大幅な改善が図られた点。改善効果は大きく、クラスに見合った NVH を得た。安全面でも改善されホンダセンシングが標準装備化。特に ACC は全車速度追従方式へ改善され、 インパネ上部のセンターディスプレイに左後方を広く映すレーン、ウォッチ機能が追加。これは車両の左後方の映像をドアミラーに内蔵したカメラによりドライバーへ視覚的に映像情報を伝える安全装備である。ナビ配置は上段から下段へ移され、新たに Apple CarPlay や Android Auto の機能が付加され車両のネット接続がより促進された。 シフトノブによるシフトワークは後期型から消失した。これはアコード発の変更ではなく新型レジェンドで採用されたエレクトリックギアセレクターを適用したためである。新型 NSX にも採用された。この流れは車両の電動化を象徴する変化である。実際アコードのパワートレインの主役はモーターでありトルコン及びミッション等のトルク伝達機構は 存在しないため PHV に近いと言える。エンジンとモーターの仕様も一部改善され、燃費も改善されている。トランクスペースは HV 用のバッテリーが小型化し、よりスペースが確保された。今回のマイナーチェンジでは、エクステリアと機能や性能面が大きく進化し、結果的にフルモデルチェンジと変わらないほどの変化が生じている。 現地時間の2017年7月14日に北米で秋の発売が予定されている10代目アコードを発表した。外観は9代目よりも幅広く低くしたワイドローとなりフロントオーバーハングを短縮しボンネットは長く低くした。内装はホイールベースの拡大により鉱石足元スペースを拡大したほかフロントピラーをスリム化。 メーターは7インチ TFT 液晶となり、上級グレードには6インチのヘッドアップディスプレイ、ワイヤレス携帯端末充電器、NFC、車内 4GLTEWi-Fi も搭載される。パワートレインは1.5リットルと2.0リットルの直噴ターボエンジンが用意され、トランスミッションは1.5リットル車が、CVT、2.0リットル車には10速 AT が、それぞれ備わり。 スポーツグレードには6速 MT が設定される。ハイブリッド車には、スポーツハイブリッド i m m d が搭載され、インテリジェントパワーユニットをコンパクト化して、鉱石フロア下に搭載したことで、ガソリン車と同等のトランクスペースと6、4の鉱石分割加藤を可能にした。安全面では安全運転支援システム、ホンダセンシングが全グレードに標準装備される。 ボディ構造においては、次世代 ACE ボディの採用や、超高張力鋼板、高機能接着剤の適応拡大を行い、シャシーには、可変ギアレシオ付きデュアルピニオン EPS とアコードでは、初採用となる、アダプティブダンパーシステムを採用。2.0リットル車には、スポーツとノーマルの2種類の走行モードを備えた、2、モードドライビングシステムも採用。上級グレードや、 スポーツグレードには19インチタイヤを装備した。2017年10月18日、アメリカで販売開始。2017年10月27日、カナダで販売開始。2018年4月16日、中国使用車を販売開始。追って、同年10月25日、東風本田技ギ社製造の兄弟車がインスパイアの名で発表。 販売を開始した。2019年8月2日、日本使用者が2020年初めにフルモデルチェンジされることになり、関連情報をホームページ上に先行公開したことが発表された。2019年10月23日、第46回東京モーターショー2019にジャパンプレミアとして日本使用者を公開した。2020年2月20日に、 日本使用車のフルモデルチェンジが発表された。日本使用車は9代目同様、ハイブリッドモデルのみかつ EX グレードのみのモノグレード設定となるが、エンジンを LFB 型に換装し、モーターに9代目ハイブリッドモデルと同じ H4 型とした、2モーター方式のハイブリッドシステム E-HEV を採用。WLTC モード走行による排出ガス並びに、 燃料消費率に対応しており、平成30年排出ガス基準75%低減レベル認定を取得している。日本使用者では9代目、2016年5月、マイナーチェンジモデルで導入済みのホンダセンシングは、後方誤発進抑制機能とオートハイビームが追加された。ボディカラーは9代目から踏襲される、ルナシルバーメタリック以外の4色が刷新され、 プラチナホワイトパール、クリスタルブラックパール、ブリリアントスポーティブルーメタリック、パッションレッドパールが設定された。なお、日本使用者は対生産の輸入者となる。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車、第27号28ページより、ありがとうございます。